僕の歌なかなかのもんでしょう。それはそうと自己紹介をするね。日本ではジャッキー・チェンという名前だけど、香港では青龍と書いてシンロンと呼ばれている。年齢は36歳、血液型は AB 型、お羊座、話し言葉は広東語、中国の南部や香港で使われている言葉なんだ。今この歌も広東語で歌ってるんだよ。香港の中心部から電車で40分足らずのところにある中国との国境。この国境の行き来は中華人民共和国ができた1949年から難しくなりました。その1949年にジャッキーの両親は遥か2000キロも離れた中国の山東省から香港にやってきたんです。それから5年後、ジャッキーは香港のナターソー病院で生まれました。1954年4月7日のことです。お母さんのお腹の中にたっぷり12ヶ月もいた赤ん坊の体重はなんと 5.7 キロ。それはそれは大きな赤ちゃんでした。ジャッキーの本名はチャン・コンさん。コンさんという名前は香港で生まれたという意味なんです。ジャッキーが両親と一緒に写っている写真が1枚だけ残っています。この頃お母さんとお父さんの暮らしは大変でした。香港にやってきたもののなかなかいい仕事が見つからなかったからです。でも待ちに待った男の子の誕生。ジャッキーは貧しくても両親の大きな愛情に包まれてすくすく育っていきました。ところ変わってここはアフリカのモロッコではありません。映画の撮影のために香港に建てられたモロッコのホテルのセットなんです。今ジャッキーはここで新しい映画に挑戦しています。ようやく撮影までこぎつけたんだ。前の作品から1年ぶりの仕事になる。ずいぶん準備に時間をかけたんだよ。来了来了来了，哇，我还有等紧你啊！好来 ，rehearsal rehearsal。好来啊来啊，一点不用客气。この映画のタイトルはね、プロジェクトイーグル。4年前に作ったサンダーアームという映画の続編になるんだ。アジアの鷹ジャッキーが悪人たちと戦いながら世界を駆け巡り、神様の宝を取り返すという大冒険大アクション映画なんだよ。だから撮影場所も出演者も世界各地に散らばっている。僕はこの映画で主演そして監督もやっているから、みんなの演技も見なくちゃならないんだ。その上ね、いろんな国の人たちがいて、みんな言葉が違うから身振り手振りで指示しなくちゃいけないんだ。スタッフは全部で200人。落ち着く暇は全然ないね。監督をする作品はこれで11本目。迫力のある画面を撮るために自分でカメラを覗くこともあるんだよ。もちろんアクションもある。これぐらいはまだまだほんの序の口。これは宝をめぐって悪人たちと戦うシーンだ。 Who are you? I'm asking you. Me? I come to help you. Yeah, but who are you? Well, I asked him first. 你是誰？巴力士男人。 Open your eyes. Now you.この映画のヒロインの一人、スペインの女優エヴァ・コーボさんだ。他にもね、香港の女優さんや実は日本の女優さんも出る予定になっているんだよ。女の人に囲まれていいでしょう。
Get up. Don't hurt me. I give you your money. See? After money, send it up. Yeah? Don't hurt me. I give you money. 这边 action. Honey, I can't give you money. Cut. Cut.あちょっと違うんだよな。もうちょっと女の子らしいこう気持ちになってさ演技してほしいんだ。I protect yourself, Miss Lady. Don't hurt me. I can give you money. Look. Yeah, don't run. I won't hurt you. Okay. Okay. Remember. Okay. 映画の撮影が朝の4時5時まで続くのはよくあること。監督の僕としては。休んでもいられないんだけれど、さすがにクタクタになる。で、息抜き。ん？あれ？いやいや、ほんのちょっとの息抜きだよ。だって好きなんだもん、テレビゲーム。昔から運動と遊ぶことに関しては天才だったね。あー、いや、どういうことか。冇事，但系你成日都有补，有一个补翻俾你嘅。今では僕は地位も名声もお金もできたけど、この30年はとにかく大変だった。一口に30年と言うけれど、やっぱり長い年月だったような気がするな。子供の頃を振り返ってみると、まず勉強嫌い。わんぱくな子供で外で遊んでばかりいた。でも今じゃ勉強が嫌いだったってことは後悔してるんだよ。香港の街並みを見下ろすビクトリアピークの山頂、そこにジャッキーが子供の頃を過ごしたフランス領事館の宿舎がありました。両親はそこで働いていました。そして家族3人、この駐車場の2階に住んでいたんです。ジャッキーのお父さん、チャン・チーピンさん、元気な74歳です。香港にやってきたお父さんは荷物運びやレストランの手伝いなどいろんな仕事をしました。そしてつてを頼ってやっとフランス領事館での仕事を得ることができたんです。今では建物は改装されてしまいましたが、この辺りにあった6畳一間で家族3人暮らしていたんです。この辺の人たちはみんなわしら家族のことをよく知ってたよ。わしはローサントンと呼ばれていた。ジャッキーはショーサントン。ショーサントンもローサントンもわしら中国山東省の出身者たちのあだ名ですよ。ジャッキーはまだあの頃こんなに小さくてね、よくその辺の庭を駆け回ってたね。今も昔も香港ではお金持ちは高い丘の上に住むんだそうです。ジャッキーが子供の頃この辺りに住んでいたのはお金持ちの外国人かその人たちに雇われている中国人でした。でもジャッキーはわんぱく盛り。そんなことお構いなしによく喧嘩をしました。絶対に負けなかったんですって。育ったところが外国人の住む地域だったから、周りはみんなフランス人やアメリカ人、そしてイギリス人だった。ある時フランス領事の息子と喧嘩をした。喧嘩に勝って鼻高々で家に帰ったら、お父さんが待ち構えていたんだ。そして僕をビシバシ叩いたんだ。それもズボンのベルトでね。そして納屋に閉じ込められて、食事ももらえなかった。暗くなってからお母さんは心配してくれて、納屋の隙間からサンドイッチを差し入れてくれた。でもやっと許されて、納屋から出してもらった時、僕は早速お父さんの憎いベルトを探し出してハサミでジョキ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 切っちゃった。すごいわんぱくだったよね。
港の玄関、開拓空港です。世界を駆け回るジャッキーは今まで数えきれないほどこの空港を利用してきました。気をつけてね。またね。はい。はい。僕にとってこの空港ロビーは忘れられないところなんだ。子供の頃の悲しい思い出の場所なんだよ。僕が7歳の時、フランス領事が国に帰ることになった。そのために両親は仕事を失い、僕たち一家は住むところもなくなってしまったんだ。香港では仕事は見つからない。それでお父さんお母さんは知り合いを頼って遠い南のオーストラリアに渡ることになった。でも子供は連れて行けない約束だったらしい。生きて行くためにはオーストラリアに行かなければならない。でも僕がいる。両親はとても悩んでいたんだ。僕は大丈夫、二人で行ってもいいよって僕はお父さんお母さんに言ったんだ。そして空港に見送りに行った。別れる時、お父さんが僕にリンゴとみかんを買ってくれた。そして二人が飛行機に乗り込むのを見届けると、僕はすぐにわーっと泣き出してしまった。一人ぼっちになった途端、急に寂しくなったんだね。それから滑走路が見えるところまでかけて行って、飛んでいく飛行機を見つめながら、お母さんお母さんと泣き続けたんだ。ジャッキーの両親はオーストラリアに飛び立ちました。7歳のジャッキーは親戚も知り合いも誰もいない香港に一人残されたんです。その頃、香港の街には仕事を求める人たちがあふれ、食べるものにも困る時代でした。道路にはお腹を空かした子どもたちが行くところもなくブラブラしていました。学校はお金持ちの子どもだけが行くところでした。小学校が義務教育になったのは1971年、それから10年も後のことです。お金のない子どもたちが学校に行くことはまだまだ夢のような話だったんです。両親と別れ香港に残されたジャッキーはある学校に入ることになりました。香港で一番にぎやかなカオルン地区、その中心にあるひときわ大きなこの正方形の建物、ミラドービルです。今では観光客相手の洋服屋さんや宝石屋さん、安いホテルなどが入っているこのビルの13階にジャッキーの学校がありました。学校といっても日本でいう学校とは違います。中国戯劇研究学院。全員寄宿生活をしながらカンフーや狂劇、そしてアクションなどを勉強し、ショーや巡業でお金を稼ぐという、簡単に言えば劇団のような学校でした。部屋は今でも残っていますが、その学校はもうありません。20畳ほどの部屋にカーペット1枚。それが練習場所であり、食べるところであり、寝るところでもあったんです。学校時代の写真。男の子18人、女の子18人が学んでいました。ジャッキーの姿もあります。そしてなんとジャッキーと同じように、今では香港映画の大スターになったサモハン・キンポーやユンピョーもこの学校にいたんです。身寄りがない子やジャッキーのように親と別れて暮らさなければならない子どもたちがほとんどでした。
学校の友達とはずっと一緒にいたし、辛い思いを分かち合ってきたっていうこともあって、今でもこうして3ヶ月に一度みんなで会うことにしてるんだ。会費は割り勘、一人4000円だよ。3年後輩のユンピョは泣き虫だったな。サモハンは3年先輩、よく喧嘩したけど強かった。この日は僕の36歳の誕生日をみんなで祝ってくれたんだ。2年前、サモハンは学校時代の僕たちをモデルにして七小福っていう題の映画を作ったんだ。このシーンは両親と別れる前に学校を訪ねた時の様子だ。勉強が大嫌いでカンフーが大好きだった僕は一目でこの学校を気に入った。面白そうだし宿題がないんだもん。それで学校との契約を結ぶとき、僕は一番長い10年の契約を結んだんだ。とにかく練習はきつかった。ある日、先生がジャージャー麺をご馳走しようと言ってくれた。喜んだ僕に飛んできたのは先生の棒のパンチだった。ジャージャー麺というのは棒で殴られることだったんだ。甩小班。はい。走。甩甩甩甩甩甩甩。走。夜は劇場やクラブ、それから広場や空き地でショーをやった。あの頃香港で流行っていたのが中国の狂劇、日本で言えば歌舞伎にあたる。子供たちの狂劇は人気があったんだよ。でも子供だから失敗も多かった。間違えて洋服を持って舞台に出たり、演技の最中に衣装が取れて落ちたり、そうするとまた先生のパンチが飛んできたから大変だった。あんまりいい思い出はないな。学校時代は練習と怪我に明け暮れていたしね。机の上から回転して飛び降りる練習をしていた時、顔を床にもろにぶつけて4時間も気絶してた。鼻がこんなに腫れちゃったよ。みんな一緒に生活してたから、着る服やご飯のことちょっとしたことで喧嘩をするんだ。ジャッキーとは仲は良かったけど、喧嘩もよくしたよ。俺は先輩だし威張ってたから、ジャッキーの服を取り上げては勝手に着てた。で汚れてしまうとまたジャッキーに返すんで怒っちゃってね。あいつも気が強かったからしょっちゅう喧嘩してたな。サモハンもよく言うよ。もともとカンフーやアクションは大好きのはずだったんだけど、いや練習には参った。徹底的にしごかれたんだ。練習で一番大変だったのは、例えば片手を上げてその手を足で蹴るときに先生がストップをかける。そしたらそのままの格好、つまり片足を上げたまま僕たちはずっと立っていなくちゃならない。みんなその格好が耐えられずにブルブル震えていたね。だから先生が新聞を読み始めるとみんなほっとしてすぐに足を下ろす。でも先生が僕らの方を振り向いた途端また足を上げてごまかしたり、それからね、両腕を横に伸ばした格好で熱いお茶の入った茶碗を肩に乗せたり、灰皿を膝に乗せたりして、そのままの姿勢をずっと続けなくちゃいけないんだ。いやー厳しかったなー。
見えるミラドービルの屋上、ジャッキーには思い出深い場所です。家族のいる子供たちは週に1回日曜日に家に帰ることができましたが、帰る家のないジャッキーは居残り組でした。そんな時、ジャッキーはいつもここから海を見ては、遠いオーストラリアにいる両親のことを思い出していました。そうして10年もの間、両親の帰りを待ち続けていたんです。沖縄です。4月4日、ジャッキーは映画の撮影の合間を縫ってファンの集いのために70人のスタッフを連れて那覇空港に到着しました。沖縄も思い出のあるところなんだ。実は学校時代巡業で来たことがある。25年ぐらい昔のことだ。あの頃巡業で回ったのは香港だけじゃないんだよ。台湾、シンガポール、マレーシア、それからタイ、フィリピン、そして日本では沖縄。だから沖縄は今度が2回目。でも昔と随分変わったようだね。その頃の沖縄にはまだたくさん空き地があったのを覚えてる。道を歩いていたらコインが落ちていてよく拾ったもんだよ。それから戦車がたくさんあったし、怪我人もたくさんいた。アメリカ軍の基地や病院でショーをやっていたんで、負傷兵をたくさん見たんだ。足を失った人たちや腕を失った人たち。一番印象に残っているのは、口から耳のところまで怪我をして縫ってある人がいたこと。僕たちがショーでギャグをやった時、その人は痛みをこらえながら頬を押さえて笑っていた。その時は3ヶ月沖縄にいたんだけど、覚えているのはそんなことぐらいかな。その頃ベトナムでは戦争が始まっていました。沖縄のアメリカ軍の基地からベトナムの戦場へ、たくさんの兵士や戦車、戦闘機が送られていきました。ジャッキーたちは戦争で傷ついた兵士たちを慰めるためにショーをやっていたんです。さあ、ジャッキーのステージです。ジャッキーに何としても会いたいと、この日東京や大阪など日本全国からファンが集まりました。その数なんと3000人になります。疲れていても寝不足でも、ジャッキーはいつでも全力投球。公演でも自分の全てを出し切ります。それからジャッキーは3000人の一人一人と2時間もかけて握手したんですよ。すごいでしょ。ジャッキーのカンフルはやっぱりあんな風に強くなりたい。うん、強くなりたい。
ラッキーのどんなところがいい？顔と強いところ。うん、もうスターっていう感じじゃなくて、どこにでもいるお兄ちゃんみたいな。子供たちに釣られてというよりも、もう私も好きなんです。逆転と握手したな。学校を卒業したジャッキーは17歳で映画界に入りました。でも仕事はいつまでたってもカンフー映画のスタントマンばかり。4年後、俳優になる夢を諦めたジャッキーはオーストラリアのアメリカ大使館で働いていた両親のもとへ行くことにしました。そこで大工とコックの仕事に就いたんです。ある時お父さんからこう言われた。お前は10年間もカンフーを習っていたんだろう。大工の仕事もコックの仕事もいいが、カンフーはどうしたんだって。その言葉に僕も参った。確かにそうだよ。でもどこで練習すればいいんだろう。いろいろ考えてみて、当時僕たち家族が住んでいたアメリカ大使館の屋根裏部屋に目をつけたんだ。まずサンドバッグを自分で作って、その部屋に吊るした。昼間は大工とコックの仕事、そして真夜中に練習、鉄アレや腹筋、そしてカンフーの練習も始めた。でも練習場所はちょうどアメリカ大使が眠っている部屋の真上、しかも木の床だったんで、うるさくないように静かに静かに練習していた。そうやって1年間体を鍛えていたんだよ。1年後、ジャッキーは香港に戻りました。そして邪剣という映画で大ヒットを飛ばしたんです。誕生。そのきっかけは香港とオーストラリアを結んだ一本の国際電話でした。全然有名になるなんて思っていなかったね。初めはただカンフーがうまいだけで、顔もいまいちだったし、当時のスターはみんなハンサムだったからね。ある監督が新人を探していた時に、カンフーのうまい青年が確かオーストラリアにいたことを思い出したんですよ。ですぐに国際電話をかけて香港に呼び戻したんです。ジャッキー・チェンの登場で映画界は沸き返りました。カンフー映画のスターブルース・リーが亡くなり沈んでいた香港から新しいアクションスターが誕生したのです。スタントマンを使いません。どんなに大変な演技でも全部自分でこなすんです。4年前に作った映画サンダーアームでもジャッキーは危険なアクションに挑戦しました。でもこの映画の撮影中、ジャッキーは頭蓋骨骨折という大怪我をしたんです。それまで手足を骨折することはあったんですが、この時ばかりは再起が危ぶまれるほどの大事故でした。
あの大怪我で僕は変わったと思う。それまでは何事も明日すればいい、明後日すればいいと考えていた。でもあの時、やりたいことができなくなる時もきっといつか来ると感じたんだ。後になって後悔するのは嫌だし、まだまだやりたいことはたくさんある。だから今日できることは今すぐにでもやろうって考えるようになったんだよ。沖縄公園から戻ってきたジャッキーを待っていたのは香港の長い雨でした。映画の撮影はもう1週間もストップしています。撮影がお休みだからといってのんびりしているわけではありません。その間もジャッキーは脚本家たちと台本を練り直します。こうやってもう4回も台本を書き直しているんです。監督、出演、脚本と何でもこなすジャッキーですが、映画の仕事の中で一番好きなのは撮影したフィルムをつなぐ編集だといいます。今までバラバラに撮影していた動きをマジックのように一つの鮮やかな動きに変えることができるからなんです。映画作りは学校で習ったわけではありません。下積みの時代から200本近い映画に参加する中で、編集や脚本、カメラや照明、そして美術まで全てを見よう見まねで覚えてきたんです。ジャッキーが映画界に入ったのは17歳、まもなく20年が経とうとしています。ジャッキーはいつも全力で走り続けてきました。でもその20年は孤独と不安の連続でもあったんです。スーパースターになった今でもジャッキーは毎日自分と戦っているんです。さあ今日は大安吉日、映画が成功するようにこの保育園の儀式の日を占ってもらったんだ。時間までちゃんと決まってるんだよ。どうか撮影が無事に済みますように、そして絶対に大ヒットしますように。スタッフみんなにお裾分けだ。ナイスキャッチ。よし、幸先いいぞ。半月ぶりに撮影が始まった。このセットは4000万円もかけてモロッコにあるホテルそっくりに作ったんだ。この先スペインやモロッコ、マレーシアでのアクションシーンの撮影がたくさん残ってる。この映画が完成するのはまだまだずっと先のことだ。この頃よく聞かれるんだ、カンフーはやらないんですかって。
今でもトレーニングは続けてるし、健康にもいいスポーツだと思うけど、もう映画ではやらない。確かに僕はカンフーでデビューをしてチャンスをつかんだ。でもいつまでもカンフーだけを売り物にはしたくないんだ。もっといろんなことに挑戦して世界一のアクションスターになりたいと思ってる。僕はみんなを楽しませたい。そして世界の人たちの夢を映画の中で実現したいと思ってるんだ。僕は今こう思っているんだよ。人が見ているからするとか、見ていないからしなくてもいいとかでなく、自分のやりたいことは自分の力できちんとやり遂げなくてはいけない。見る人はちゃんと見てるんだよ。僕だってスタントマンにしろ、重要でない役にしろ、いつも一生懸命やってきた。チャンスは自分の